孤独で プッシュラジオ CD 出張版パート3メイカースプラッシュスプラッシュの相川玲です沖田直です柿内秀哉です桐生開しと靴下を壊した仲間たちです靴下こげこげ見ざる言わざる聞かざる今年はサルドシウけケケケ具志あきらっきはい三島俊介です えチュンチュケ先生またするもうアキラとカイシのこと嫌いになっちゃったの嫌いじゃないけど面倒くさい無関心は嫌いより悪いんだけどはいはい靴下を焦がしたってなんだよあのねカイくんが悪いんだよ最初に言い出したのカイくんだからお前らまさかいやーあれは驚いた何やった正直に言え今日大雨だったでしょ 俺とカイくんうっかり水たまりを踏んじゃって靴下がびしょびしょになっちゃったのそしたらたまたまオフィスに電気ストーブがあったからスイッチオンして靴下をかけておいたら香ばしい匂いがあたりに立ち込めて焦がしたんだな俺電気ストーブはなぞってたわそれで靴下はどうしたすっかり乾いたから今履いてるは履いてるんだけどだんだん焦げたところが穴になってきてほら見てみて だからどうして俺の膝に乗せるんだよ、えー、この方が見やすくないお前の靴下なんか見たくねえしうわ本当に焦げて穴が開いてるなあれい靴下買って出ないとみんなにスプラッシュは発っすぎて靴下も買えないらしいぜって噂される100円ショップで買ってこいというわけで今回もスプシラジオ CD 出張版をやりたいと思いますイェーイ いエーイパフパフどんどんうっけっけっけーうっけけっけーうっけっけっけー俺のスペシャルコームを貸してやるよこっちの方が絶対おシャレじゃんやべえほどの超男前になっちまいますはいいっちょ上がりどうだ俺どうだうオシャレだけどチャラくなった 借金の方に無理やり連れてこられてホストにさせられた人っぽいそれな臨時アルバイトのホスト感すごい俺は今一体どうなってるんだ俊介はやっぱりこれだろうほい頭出して痛い痛い,だいレイ髪を引っ張るな黒ゴムでくるっと止めてはいいつものおださな前髪チョンボ出来上がりいつもの家にいる時スタイルだ さっきはオシャレな三島くんだったけど今は見慣れた三島くんやっぱりこれがいいかもね落ち着く俺は最初のアレンジが一番良かったと思うけどはいお疲れ様でした <laughs> おい獣がまた飢えてきたぞ今日はたこ焼きの差し入れがあるぞあき <laughs> らくん落ち着いてどうどう おおすっげえ、できたてのたこ焼きが来たじゃん。これもしかして廊下で焼いてくれたの？<laughs> サハキラ君、食べて食べて食べて上をしのいで。<laughs> いただきます,する。あん。そんなに暑いのか。スプラッシュの猫の手も借りたい旅 <laughs> パクパクワニ編。 さすが温泉の国大分だよな昨夜べの風呂は最高だったお前俺が年上ってことを忘れてない学年だと1個生まれとしたと2歳も年上なんだよ関節技かけられてる時だけあこの人お兄ちゃんだったなと思う誰に聞いてもお兄ちゃんって弟にプロレス技かけてくるものらしいなアイアンクロウはいというわけでただいま時刻は7時半 今から猫旅ミッションをこなしていきたいと思います冒頭で返しが言いましたが俺たちは今日大分県に来ています大分初上陸じゃいつものやつをやろうかはい猫旅とは猫の手も借りたいという忙しさの場所へスプラッシュがお邪魔しお仕事をお手伝いする旅ですルールは3つ3つ1地元の皆さんのために労働する2お金には頼らない3食事は労働の報酬として受け取ったもののみ食べられるです では今回のミッションを発表しますの前にお前今回は何だと思う温泉の近くだからな温泉まんじゅう作るとかじゃねえああ俺あんこが嫌いだからまんじゅうは嫌だなじゃあ何だと思う俺は風呂掃除と予想している泊まったところもすげえいっぱい温泉あったじゃん露天風呂泥湯あもしかして砂かけすんじゃね 砂かけババアならぬ砂かけじじ砂風呂があるからそこでお客さんに砂をかけてあげるまあいずれにしろここでは爬虫類と無縁そうでよかったわ確かに大分県に危険生物は生息していない山に入れば別だけどここ平地だしな俺実はすげえ心配してたんだよあの桐生海士とペアとくればそれこそ何やらされるか分かんないなってけど行き先が大分の温泉地と聞いて きっと安心けど俺はちょっと引っかかってるレイ君と組んでるのに普通の仕事内容でしかも泊まり先で温泉まで入れるなんてなんかおかしいわかった俺らのセクシー力で女性客を呼び込めとかじゃねお姉さん俺らと裸で温まりませんかみたいなそう温泉でスベスベになった君の肌を見てみたいなとかとか 俺も生き物との触れ合いにはうんざりしてたいい加減人間のメスと仕事したいと思ってたメス言うなではいよいよサクさんからミッションが書かれた紙をいただきましたのでオープンしたいと思いますえー、今回のミッションはレイ君今池から目みたいなものが出なかったかあどこあそこ今引っ込んだ気のせいだろ気のせい <laughs> すっげえ嫌な予感がするんだけど気のせいださっさと池掃除を終わらせようレイ君水面がすっげえ揺れた見えるんじゃないブラシに集中しろ池になんかいる何もいませんいやー何かがこっちに向かって泳いでくるそして形状はワニに酷似しているいやあ、なんだよ,なんだよ はいというわけでワニ肉の朝食を終えまして俺たちは再び血の池地獄じゃなくてイリエワニの池へ戻ってまいりましたなあワニ肉って意外とうまいんだなまるでカジキ食ってるみたいだったそうだなけど俺は今回でもうお腹いっぱいですワニ養殖は今後注目されるだろうなワニは鳴かないし静かだしそんなに餌も食わないから牛や豚を育てるよりずっと楽だろう買いたいとか言うなよ けど見てたらどのワニにもすげえ個性あるじゃんしかも好きな飼育員さんが来るとすり寄ってきたりしてさ意外と可愛くね俺なんかウィルとは気が合いそうな気がしてきたオーランドとはいまいちかな5メートルに育つ上100歳まで生きるやつをペットにすんな無理だぞ諦めろさっき園長さんに聞いたらメガネカイマンならおとなしいし2メートルくらいにしかならないからスプラッシュの猫の手も借りたい旅 ケケロケロ帰るあスタッフさんからそろそろオープニングコールをやってくれって納豆食ってからにしていや前にしたほうがいいんじゃないかせっかくかき混ぜ始めたのにじゃあかき混ぜながら言えばそうするはい猫旅とは猫の手も借りたいという忙しさの場所へスプラッシュがお邪魔しお仕事をお手伝いする旅ですルールは3つ3つ 1> 1 地元の皆さんのために労働する 2. お金には頼らない 3. 食事は労働の報酬として受け取ったもののみ食べられるです。では今回のミッションを発表しますよしこい今回のミッションはケロケロ大作戦だってケロケロトウしたしたではまず今日僕たちのミッションをサポートしてくださる ガイドの方をご紹介します地元の中学校で理科を教えながら自然ガイドのボランティアをなさっている具志堅先生です具志具志先生実は僕たちのグループにも具志堅あきらという沖縄出身のメンバーがいるんですよ親戚じゃないですよねえ親戚マジであきらのお父さんの弟さんの息子の父親にあたるああはいはい。 それ、いわゆるアキラのおじさんですよねやべこの辺りですでに具志堅一族の DNA を感じる具志堅先生改めてよろしくお願いしますスプラッシュの三島俊介です沖田直ですアキラくん東京で頑張っていますよ家ではよくチャンプルーや海ぶどうサラダを作ってくれますアキラくんにはいつもお世話させられてます節分の時部屋の中で豆三郎をなくしやがった時にはぶっ飛ばしましたああ 豆三郎というのはアキく君がペットにしていた豆ですそのまま発芽させるとか言って床暖房をつけた時にもう一度ぶっ飛ばしました節分の豆は一ってやるから芽は出ないんだなそれで今日駆除するカエルはどんなあこちらの水槽にいるんですねなんか水槽がでかくねおっきいちょっと中を覗いてみてくれ三島君ん覗けば <laughs> 俺多分そいつを知ってる お前は初対面だろはあカエルだろ俺だって一通り見たことあるよいやお前はないと思うはあんだよここにいんのあ,あなんだこれでけえよでかすぎだよ俺の手よりもでかいじゃん先生これ大引きガエルですよね何がケロケロだよベロゲロじゃんカエル駆除って聞いた瞬間絶対こいつだと思ったんだよな 普通のカエルだったら沖縄の場合野鳥やハブに捕食されるはずだからはいというわけでカエル駆除を終えまして俺たちは今アクセサリーの手作り体験ができる具志堅工房に来ています海が見える素敵な工房ですあのさ 沖縄には具志堅一族しかいないなのどうしてまた具志堅なのここ具志堅先生の奥さんがやってる工房なんだって。ということは具志堅ラのおばさんじゃんやっぱり具志堅一族じゃんまあまあそれにしても綺麗なアクセサリーがいっぱいだなこれ全部手作りなのか天然石と貝殻それから琉球ガラスのビーズを使ってるんだって。 何作るああアンクレットかな足につけるのはステージ衣装でも目立たないでしょ誰にあげるじゃあ三島君に作るよなら俺はオッキーに作る三島君はイメージが青だから海っぽい感じでデザインしようえっデザインも自分で手作りなんだからそうでしょわかったでも。 スプラッシュの「猫の手も借りたい旅」「ポクポク断食修行編あ」あミッションの紙が来たここで猫旅コールするってことそうみたい <laughs> では気を取り直して猫旅とは猫の手も借りたいという忙しさの場所へスプラッシュがお邪魔しお仕事をお手伝いする旅ですルールは3つ3つ1 地元ののののの皆さんたためにに労労働働するるるるお金ははは、頼ららららない食食食食事報酬として受け取っもみべべべれれれで今回のミッションを発表しますは一日修行僧…だって。 修行。そう。そして断食体験もしてください。だって嘘ー。断食。断食って何？俺、どんな辛いことでも頑張るし、いっぱい働くよ。うん。でも、ご飯だけは。ご飯だけは食べさせて。だめ。だめ。だ 今二人が体験したのは、修行の第一関門、庭詰めです。入門希望書は一番最初に門前払い、それから上がり口で頭を下げて再度入門を願います。ちなみに手拭いを投げられた理由は、それしか持って入ってはいけないからです。だって、さっき僕たちがされたのは門前払いだったんだね。ごはーごはーご とりあえず朝ごはんは食べられます。そこから明日のお昼まで断食です。だって、朝ごはん食べられるの？キャッーうーよかったね。夕べのご飯が6時だったから、すでに12時間近く絶食している計算でしょ。さすがに朝ごはんが食べられないのは辛いよ。う それで、俺たちは再び入門にトライすればいいんだよねさあ、カッキー、行こう朝ごはんゲットに向けてうんだから、明日の昼までは断食なの、早く座って足が、足が、組めない くんなんで足を首の後ろに回そうとするのヨガじゃないんだから普通にあぐらかいてうんこうもう普通にできるんだからちゃんとやってよで手をこんな風にして組んで足の上はあ臨・票・投射くじを切らないのというかそんなのどこで覚えてきたの忍者の漫画先生が敵と戦う時に唱えてた始めるよ流されたザー集中して何に 座禅って何に集中するのえっと、お…己の心はあ、分かった明日、断食が終わったら何が食べたいか深く考えるいいのかな皆さん、おはようございます具志堅昭です今日も天は晴れています 生きとし生けるもの全てが諸行無常の響きありサソ掃除の花の色聖者必衰の断りを表す朝から意味不明なこと言ってないで早く枯葉を全部集めてきてくれない明日に甲岩ありて夕べに白骨となるはあ柿内さんあなたのことですよあなたのような甲眼の美少年も夕方には 白骨にななっていいるかもしれないそれほどに若さも美しさも命も儚いということです何なのねえ何なの <laughs> 庭に向かって突然説教を始めたり夜中突然起き上がって般若心経を唱えたり。